どうも、ミルスケ太郎。ということで、山中編、はい、K よりも先で撃墜されてしまった山、RGO スピードファクトリーの、チーフと言える人なんですけども、はい。まあ、見ていきましょう。この目線は漫画じゃ描かれないみたいなもんだからね。ブラックバード、おいおい、真っ昼間に RGO の正面に乗りつけかよ。あなたが今 RGO の現場の責任者ですか？そう、現場のことは全て僕が決めてる。では、あのデモカーの 33R もあなたの政策だと？そう思っていい。エンジンも足も全てセッティングは僕が出してる。本当に早いんですか？やってみますか？じゃあ今夜市川パーキングエリアで2時。わかった。社長、こういうことになりましたか？ああ、任せるよ、お前に。この商売、舐められちゃやっていけねえし。ただし、引くときは引けよ。忘れるな。お前は作り手、チューナーなんだ。そして奴は、数々の修羅場をくぐり抜けてきた本物の乗り手なんだ。早いですね。約束の時間はまだ30分ありますよ。軽く一回りしてたのよ。でもよく来ましたね。やはり RGO の看板としてですか？それもあるよ。ただそれ以上にプライドだ。チューナーとしてこの世界に生きるプライドとして。ということで、まあ、ブラックバードの時と変わんないんですけども、空気を組むってやばすぎんだろ。946馬力これに山本さんを5等か。待って、5等なんだけど、200クラブか。200クラブで5等が、太田さんだって。そう、古い太田さんだからね。あー、駆動系後藤が確かエンジンの、あー、変わんねえか。まあ変わんないけど、いや、これね、ことで1000馬力、やばいね。じゃあこれ、シギのマフラーつけた瞬間、おー、やばい。マフラー2本だった。は、懐かしい。やばくね、1000馬力、1000馬力だ。うん、これ絶対手に負えない。うん、知ってる。ブースト垂れなし、ベストコンディションだ。オッケー。目のパッキリと、奴の寸断上だ。疲れまくってる。
構ハマるんだ。ステパリキは難しいね。メスタレがすごい。よく分かったね、ここが。ここしかないでしょう、一番近い出口は。ダメージを受けた車をいつまでもズルズルと走らせる無知な人とも思えないし。言っとくが、負けたなんて全然思ってないよ。全ては俺のテクの未熟なせいだから。でしょうね。ところでこの R は治ります？無理だね。ボディは見た目以上にダメージを受けてるし、おそらくエンジン内部はズタズタだろうね。ドナーとなって、あとは廃棄ですか？そうだ。じゃあまた。また？ええ、また。
思ったより言ってるな、こりゃ。ああ、ダメだ。終わってるわ。社長、この33がある、起こせませんか？趣味の車ならいいよ。でもお前はプロだろ。一度大ダメージを受けた車体で、一瞬の迷いもなく踏めると客に言えるか？この33Rは終わった。プロならはっきりと認めろ、ヤマ。うんと後悔して、そして絶対に忘れるな。宝石のような最高のマシンがあっという間にゴミになっちまう。それがチューニングカーなんだ。ブロンズです。あんな事故ってはそんなもんですよ。はい。でもうちょいカードが揃っていれば、まあブロンズも先も狙えるし、プラチナも狙えるということですね。多分僕の技術が未熟なのでいかなかった分はありました。これで多分もうちょいいけると思うんですけど、僕には無理でした。はい。ということで次回お楽しみに。